使う機会の多いものを中心にご紹介します。先生、トイレ行ってきてもいいですか？ダメです。う、まれ。このチャンネルで一番登場機会が多いのではないでしょうか。アートナイフと比べると刃の大きさがわかります。刃の先端が折れやすいので、交換刃は少し余裕を持ってストックしておくといいかもしれません。同じ方法で形の違う刃とも交換可能です。小さいですが、切れ味はバカにできません。このように直角に線を引いたりカットしたりするときに使っています。直角に接着する機会がかなり多いので、使用頻度は高めです。こちらのハサミは、主に金属線を切るときに使っています。太い金属線はニッパーで切りますが、少し重いのが難点です。その点、こちらのハサミは軽いので、長時間の作業でも疲れないので気に入っています。こちらは、刃が曲がっているハサミです。普通のハサミだと無理な力がかかって割れてしまうこともありますが、こちらのハサミだとスムーズに切ることができます。ドールハウス作りだと布を切る機会も多いので、1本専用のハサミを用意しています。こちらはプラモデルなどのプラ材のカットに使用しています。間違っても金属線は切ってはいけません。刃がボロボロになります。小さな穴を開けるときに利用しています。先端のドリルは交換可能で、このようにしてコレットチャックを緩めてドリルを取り出します。ちなみに、コレットチャックは、使うドリルの太さに合わせて交換して使います。ドリルは、こちらのピンバイスで使える、0.3 ミリから 3.2 ミリまで揃えてあります。厚さ 0.5 ミリまでのプラ板を円に切り出すときに活用しています。こちらのポンチは先端を交換することで直径2ミリから8ミリまでの円を切り抜くことができます。切り抜ける厚さは 0.3 ミリ、頑張っても 0.5 ミリが限界でしょうか。もう少し厚いプラ板に穴を開けたい場合はこちら。使い方は、
ピンバイスなどで開けた3ミリの穴に差し込んで回すだけです。ただし、綺麗な円にするためには、作業後にヤスリがけが必要です。こちらは、プラ板に筋彫りするときに使います。刃の交換は、引き抜いて差し込むだけでできます。こちらも、筋彫りに使う道具ですが、先ほどの道具と違い、削る方向が自由なので、こういったカーブ部分などで力を発揮します。こちらはパイプカッターという名前ですが、切れ味があまり良くありません。なので、このようにプラパイプを挟んで、適当に回せば、切れることなく筋を掘ることができます。また、プラパイプをまっすぐ切りたいときもガイドになるので便利です。ワイヤーで何かを作る作業も多い中国産ドールハウス作りで活躍しています。こちらはエッチングパーツを曲げる道具ですが、このチャンネルではペーパークラフトに使っています。接地面は平らで、縁が鋭角になっているので、紙を直角に曲げやすいです。デカールを貼る作業で活躍中です。木工用という名前ですが、紙や布などの接着にも利用しています。こちらはスティックタイプ。メーカーや容器の形は違いますが、使い方や使用感はみんな同じです。ちなみに、ボンドを塗るときに使う綿棒ですが、100円ショップのものは、巻きが弱く、毛がすぐにほぐれてしまいます。実際に使ってみると、違いがよりわかります。さらに広い面を塗るときは、こうしたヘラを使っています。適度な柔軟性があり、塗りやすいです。スノーパウダーの接着でたびたび登場するのがこちら、マットメディウムです。本来は絵の具に混ぜて使うものですが、接着力も強く、乾燥後は艶消しになるので艶を出したくない時に利用しています。プラスチックの接着に使っているのがこちら。基本的に白い瓶の方はパーツに塗ってから接着。緑の瓶の方はパーツを接着する場所に置いた後に流し込みます。こういった塗装後のパーツに塗ると溶けてしまうので、そういう時はこうした塗装後でも問題なく使える接着剤を使っています。こちらは瞬間接着剤です。プラスチック用接着剤と違い、プラスチックを溶かさないので、同じ形のパーツを作りたい時などにも利用しています。
ノズルが詰まった時は先端をカットして使っていますが、それでも足りなくなる時があるので、こうした交換用ノズルも買ってあります。使っている両面テープはこちら。5mm と 10mm を用意してあります。また、透明な部分に使う際には、こうした透明タイプのものを利用したりもします。いかがだったでしょうか。今後も、こうした工具をふんだんに使って、ミニチュア作りをしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それじゃあ最後に、オイラも一言。トイレは、授業の前に、行っとくべし。